こんにちは。2022年2月11日です。総運峡にあります氷瀑祭りを見に走っていきます。しかしながらですね、この氷瀑祭りは夕方の17時から開幕だと、開場するということです。したがって入れませんでした。この後の動画で少しだけ出てまいりますけども、今回残念でしたね。ホームページで詳しく調べればよかったんですけども、あるなっていうのは分かってました。で、支笏湖の方がですね、午前10時からスタートだったんで、氷瀑祭りも同じだなという安易な考えですね、怠り、穴取りですね、ありまして、ダメでした。やはり自分自身も分かってるんですよね、段取りが大切だということです。またここでちょっとその段取りの話、なんですけどね、いろんなイベントとかこうやるときに関しましても、マイクは大丈夫だな、スピーカーも大丈夫だな、アンプも大丈夫だな、照明も大丈夫だなというふうに考えて、安易に、大丈夫だなと思ってるとダメなんですよ。事前に全部チェックしてですね、これがマイクがダメだったら次の取り替えはこれだ、電波状況はどうだ、ワイヤレスはどうだ、コードレスにした時はどうだと、いや、コードワイヤーにした時はどうだということを全部、考えてやらないとうまくいきません。今回も侮ってしまいましたね。氷瀑祭り、支笏湖と同じように昼間もやるだろう、夜もやるだろうということで、昼間の方が撮影しやすいから昼間行こうということで、走ってまいりましたら案の定ダメでした。取れませんでした。中に入れませんでした。入場料は500円ということです。そこまでは確認したんですけどね、やっぱりこう侮り、人にいろいろ皆様にこう侮ってはいけませんよ、段取りが大切ですよと言いながらも自分自身ですね、抜けてしまいました。いいかなということで、思ってますけども、かといって、一応神仏に今日はこうとこういうルートで歩きますよということをお願いしてるんで、それはそれでいいと、また次のルートで新しい方に行こうということで、今日取り直してまいりました。今回はですね、釧路の方と御根道の駅で合流して、車中飯でも食べましょうということですので、喜んで出てまいりました。今は御根の道の駅にいるんですけども、まだ時間があるんですよね。はっきり言って時間があるんで、ここで、音入れ作業をしながら、待っているという状況です。気温の方はですね、マイナス3度から4度ですね。総運峡までの道のり、国道12号線からずっと走りまして、ずっと路面が出てました。一部ところどころ日陰のところが、シャーベット状態になってるんですが、路面が出てました。この時期路面が出てると非常にありがたいですね。それから石北峠、越えてきたんですけども、石北峠も路面が出てました。ところどころ、シャーベットということですが、この時期はぐっとですね、本当にナスタヤと同じようにバンバン走れますね。で、まだJR が止まってんですよ。なもんですから、玉ねぎ運ぶトラックですね。あれがガンガン走ってますね。本当にもう、路面が出てるもんですから結構早いんですよ。なんで、早く来たら、後ろから、来たなと思ったら、もうすぐウィンカーつけて、何回もですね、前に行ってもらいました。向こうはプロで仕事忙しいから走ってるんですよね。私の方はのんびり、キョロキョロしながら走るんで、急ぐ旅ではありませんのでいうことです。しかしながら本当に、ロームが出てくれて、ありがたいです。今日はここに結構早く着きまして、16時から、待ち合わせしましょうということなんですが、かなり早いですね。1時半頃着いてしまいましたね。13時30分頃着いて、これでヒーターを入れて、ここからうだうだして、さあ何やろうかということで、しばらく日にのんびりしようかなというふうには思ってるんですが、しばらく日じゃないです。いつものんびりしてますよね。この頃本当に車の中でのんびりしてますよね。夏になりますと結構忙しくてですね、大変な作業をするんですけども、今回はのんびり、してます。このところはのんびりしてます。明日はですね、支笏湖から出なかった紋別ですね、流氷祭りですか、そっちの方に行ってみようかなというふうに思ってまして、カーナビの方にルートを入れました。今回は、2泊3日の予定で、出てまいりました。一応、今日はその方と宴会やると思うんで、ウイスキーとか焼酎とかビールとかを用意いたしました。ソーシャルディスタンスを取りながら、マスクをかけながらビールを飲もうかと、マスクをかけてビール飲むんだと、どうやって飲むのか分かりませんけども、気をつけながらということで、神仏の方にはお互い、子には移りませんようにということで、感染症になりませんようということをお願いしてるんで、多分、大丈夫でないかなというふうには思ってるんですが、
まあそういうことです。まあ、なかなか、おととしまでは 何人かとかとお会いして、車の中で情報交換をさせていただいたんですが、しばらくしておりません。まあお互い危ねえな、危ないんじゃないかと思ってお互い思ってるんですよね。だもんですから、気をつければいけませんけども。まあ私の場合はまだワクチンの方は打っておりません。まあ、したがって、まあ、先生の方もですね、免疫力が少し落ちてるから、今は正常なんですよ。今は普通に戻ったんですけども、当初免疫力が落ちてるんで、あえて、こう病気にかけることはないよということで、かかった時は治せばいいんだから、無理して免疫力が落ちてるのに今のうちに病気にすることないよということで、確かにその通りですね。なんでまあ今回は、打っておりません。したがって免疫力を上げるようにいろんな食べ物とかいろいろ気をつけながら、神仏にお願いしながら、日々過ごしているということです。まあ、今日はですね、この御根道の駅で、一晩過ごして、明日どうなるのかな、朝ごはんどうやって一緒に食べようというんでしょうかね、よくわかりませんけども、まあ、それか川湯の御根の温泉に入るのかちょっとわかりませんけども、まあ、どういうこと言われてもいいように、対応できるような用意をして、楽しみに、してます。まあ、なかなかお花、いつもその方、いつも私の動画見てくれてる方ですよね。以前、和歌半島でお会いしてですね、照明器具いただいたんですよね。LED に100ワットのでっかいのもらって、それ今回持ってきました。夜の暗い中の撮影はそのでかいのでないとダメだなということで、まあ100ボルトにつなぐんですけども、インバータで100ボルトつないでそれでギラギラつけてやろうかなと思って、家でもらってからちょっと試したんですけど、なかなかすっごい光ですよね。今日はかなり強力ですよね。これは間接光にしないとダメかなというふうには思ってるんですけども、用意してまいりました。そしてショート動画の方も少し慣れてまいりました。なんで氷瀑祭り、がっかりした、しましたということで、ちょっとショート動画一本ですね。それから今度、石玉峠、の頂上で、一本だけ、作らせていただきました。まあ、音楽は入るのやめて、まあ、一分間近く喋っちまえということですが、マイクに音が、風が入るもんですから、ビュービュー言ってんですけど、まあ、臨場感があっていいかなと、まあ、こういうとこは歩きましたということです。この動画、まあ、それぞれの動画の方はまた、後日、何日か後に、動画としてアップロードさせていただきます。そして今回お会いする方にもお話ししてるんですけども、記念の動画を撮影させていただきますよということです。なんで今日、カメラ2台持ってまいりましたんで、まあ、4K の方は YouTube で、もう1台は 1K の小さいカメラがあるんですが、そちらの方で撮らせていただいて、後ほど編集して、あれですか、クラウドですか、クラウドサーバーの方に上げて、そこの URL をその方にメールでお知らせし、ダウンロードして見ていただくということで、以前何人かの方に、そうやって差し上げたんですが、非常に喜ばれましたね。旅の記念になりますよと、若い時の記念になりますよということです。確かにその通りですよね。なんで、まあ、私の場合は私の生きている足跡をサーバーに残そうということですが、まあ、普通の方はなかなかできないと思うんで、こうやって撮って差し上げると非常に喜ばれますよね。いい思い出ができましたということですので、まあ、そういうふうに、撮ってみようかなというふうには思って、どういうアングルで撮ろうかなということで、まあ、一番いいのはですね、こう到着された時の姿、そしてさよならというさよならという時の姿ですね、それから移動されてしてる時の姿を撮ってあると大して喜ぶんですけどね、なかなかそれが撮れるかどうか、来た時も一応車の中では見てるんですけども、来たら撮ろうかなというふうには思ってるんですが、どういうふうになりますでしょうか。まあ、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。